台風2号ですけれどもまだ日本列島の陸地からは離れたところにあります、えー、ただ沖縄では今日以降波の高い状況に変わっていく見込みでして、えー、早くも台風の間接的な影響が出てきそうです、えー、では午前9時現在の台風の位置と勢力です、えー、午前9時現在、まあ、非常に強いランクとなりました、まあ、猛烈なランクから一つ落ちた形なんですけれども、まあ、依然として最大風速が50メートルとなっておりまして、まあ、非常に強い勢力を維持しております でこのあとしばらくは西寄りに進む見込みなんですけれども,もう早くもですきょう、あすと沖縄エリアでは。 波がかなり高くなってくる見込みですその波の高さ予想でご覧くださいこちらが今日のまあ15時の図ですまあご覧の通りもう3メートル以上のラインが沖縄や奄美地方にどんどんと接近をしてきますそして今日の夕方以降はその3メートル以上の波そしてこの辺り4メートルといった値がありますけれどもこれが明日になってやはり沖縄の沿岸に押し寄せてくるということになります、まあ、遠くにある台風からの波 ですのでいわゆるうねりですねうねりを伴って高くなるとういうことはかなりですね先0に一波というような割合で大波がやってくることになりますこの数字の2倍ぐらいがその目安になってくるんですけれどもそういった大波が押し寄せてくる可能性があります台風まだ遠いですけれども油断なさらず今日以降は海のレジャーは控えるようにしてくださいまた来週になりますと広い範囲で 今度は風も加わって荒れた天気となる恐れがあります。最新の気象情報については、お天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。